M22 y テザ座にある、球状星団。王道から一度と離れていないため、しばしば惑星による遠平を観測できる。明るさは、M13 に匹敵し、条件が良ければ、肉眼でも確認できる。双眼鏡でも丸く明るく見える。合計8センチメートル程度の望遠鏡で明るいので、倍率を上げてみるとバラバラと周辺部の星が見え、また中央部の星も見え始める。 中央部の星を分離するには、合計 15cm 程度の望遠鏡が必要である。合計 30cm 以上では、すべての星が潰れず分離して見ることができる。見え方が空の条件にかなり影響を受ける天体で、条件さえ良ければ昇降系でも、かなり見応えのある姿を見ることができる。赤外線天文衛星 IRAS の観測で、この星団の中に、 惑星上成分が発見されている。これは M15 に次いで球状星団としては2番目の発見例である。1999年2月から6月にかけて、この星団の前を横切る惑星サイズの天体による重力マイクロレンズ効果がハップル宇宙望遠鏡によって観測されている。エドモンド・ハレーは1665年8月26日にドイツの天文学者、 ヨハン・アブラハム・イーレが土星の演実点近くでの動きを観測していた時に発見したとしている。ウィリアム・ヘンリー・スミスは1665年以前にヨハネス・ヘベリウスによって発見されていたという説を提示したが、イーレとヘベリウスは親しく連絡を取っており、スミスの説の信憑性は低い。1716年にハレーはこの星団は当時点に近く、 小さくてよく輝くと記している。ケネス・グリーン・ジョーンズは、歪んでいる軸は、男子と写真とは異なると主張している。ありがとうございます。